列王記第一十三章一人の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた。ちょうどその時、ヤロブアムは甲を焚くために祭壇のそばに立っていた。するとこの人は主の命令によって祭壇に向かい、これに呼びかけていった。祭壇よ、祭壇よ、主はこう言われる。見よ。 一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で甲をたく、高きところの祭司たちを、生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。その日、彼は一つの印を与えて、次のように言った。これが主の告げられた印である。見よ、祭壇は裂け、その上の灰はこぼれ出る。 ヤロブアム王はベテルの祭壇に向かって叫んでいる神の人の言葉を聞いたとき、祭壇から手を伸ばして、彼を捕らえよ、と言った。すると彼に向けて伸ばしていた手はしなび、戻すことができなくなった。神の人が主の言葉によって与えた印の通り、祭壇は避け、灰は祭壇からこぼれ出た。そこで王はこの神の人に向かって言った。 どうか、あなたの神、主にお願いして、私のために祈ってください。そうすれば、私の手は元に戻るでしょう。神の人が主に願ったので、王の手は元に戻り、前と同じようになった。王は神の人に言った。私と一緒に宮殿に来て、食事をして元気をつけてください。あなたに贈り物をしたいのです。すると神の人は王に言った。 たとえあなたの宮殿の半分を私にくださっても、私はあなたと一緒に参りません。また、この場所では、パンも食べず、水も飲みません。というのは、主の言葉によって、パンを食べてはならない、水も飲んではならない、また、元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。こうして彼は、ベテルに来た時の道は通らず、他の道を通って帰った。 一人の年老いた預言者がベテルに住んでいた。その息子たちが来て、その日ベテルで神の人がしたことを残らず彼に話した。また彼らはこの人が王に告げた言葉も父に話した。すると父は、その人はどの道を行ったか、と彼らに尋ねた。息子たちはユダから来た神の人が行った道を知っていた。父は息子たちに、 ロバに蔵を置いてくれ、と言った。彼らがロバに蔵を置くと、父はロバに乗り、神の人の後を追って行った。そしてその人が、菓子の木の下に座っているのを見つけると、ユダからおいでになった神の人はあなたですか、と尋ねた。その人は、私です、と答えた。彼はその人に、私と一緒に家に来て、パンを食べてください、と言った。 するとその人は言った。私はあなたと一緒に引き返して、あなたと一緒に行くことはできません。またこの場所では、あなたと一緒にパンも食べず、水も飲みません。というのは、私は主の言葉によって、そこではパンを食べてはならない、水も飲んではならない、元来た道を通って帰ってはならないと言われているからです。彼はその人に言った。 私もあなたと同じく預言者です。御使いが主の言葉を受けて、私にその人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ、水を飲ませよと告げました。こうして彼はその人を騙した。そこでその人は彼と一緒に帰り、彼の家でパンを食べ、水を飲んだ。彼らが食卓についていたとき、その人を連れ戻した預言者に、 主の言葉があったので、彼はユダから来た神の人に呼びかけて行った。主はこう言われる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神、主が命じた命令を守らず、引き返して、主があなたに、パンを食べてはならない、水も飲んではならないと言った場所で、パンを食べ、水を飲んだので、あなたの亡骸は、あなたの先祖の墓には入らない。 彼はパンを食べ、水を飲んだ後、彼が連れ帰った預言者のために、ロバに蔵を置いた。その人が出て行くと、獅子が道でその人に会い、その人を殺した。死体は道に放り出され、ロバはそのそばに立っていた。獅子も死体のそばに立っていた。そこを人々が通りかかり、道に放り出されている死体と、 その死体のそばに立っている獅子を見た。彼らはあの年老いた預言者の住んでいる町に行ってこのことを話した。その人を途中から連れ帰ったあの預言者はそれを聞いて言った。それは主の言葉に背いた神の人だ。主が彼に告げた言葉通りに主が彼を獅子に渡され獅子が彼を裂いて殺したのだ。そして息子たちに ロバに蔵を置いてくれ、と言ったので、彼らは蔵を置いた。彼は出かけて行って、道に放り出されている死体とその死体のそばに立っているロバと獅子を見つけた。獅子はその死体を食べず、ロバを引き裂いてもいなかった。そこで、年老いた預言者は、神の人の遺体を取り上げ、それをロバに乗せて、自分の町に持ち帰り、 痛み悲しんで葬った。彼が遺体を自分の墓に納めると、皆はその人のために、ああ我が兄弟と言って痛み悲しんだ。彼はその人を葬った後、息子たちに言った。私が死んだら、あの神の人を葬った墓に私を葬り、あの人の骨のそばに私の骨を納めてくれ。あの人が、 主の言葉に従って、ベテルにある祭壇とサマリアの町々にあるすべての高きところの宮に向かって叫んだ言葉は必ず成就するからだ。このことがあった後も、ヤロブアムは悪い道から立ち返ることをせず、引き続き一般の民の中から高きところの祭司たちを任命し、誰でも志願する者を認職して、 高きところの祭祀にした。このことはヤロブアムの家の罪となり、ついには大地の表から根絶やしにされることとなった。